こんにちは、デリッシュキッチンです。丸ごと食パングラタンを作ります。食パンを一気に用意し、縁から 1.5 センチ内側に切り込みを入れ、切り込みに沿って中身をくり抜きます。くり抜いた部分は厚さを4等分にし、お好みの型で抜きましょう。玉ねぎ 1/2 個は薄切りに、マッシュルーム4個も薄切りにします。ベーコン4枚は7ミリ幅に切りましょう。フライパンに有塩バター 20g を入れて弱火で熱し、玉ねぎを入れます。マッシュルームとベーコンを加えて、玉ねぎがしんなりするまで焦げないように炒めましょう。薄力粉大さじ3を加えて、粉気がなくなるまで炒め、牛乳 400cc を少しずつ加えて、とろみがつくまで混ぜながら煮ます。塩小さじ3分の1を加えて混ぜ、味を整えます。ここでオーブンを220度に予熱し始めましょう。クッキングシートを敷いた天板に食パンを乗せます。くり抜いた食パンにソースを流し入れ、ピザ用チーズ 40g を乗せます。溶かしバター 15g を型で抜いた食パンの表面に塗り、220度に予熱したオーブンでチーズに焼き色がつくまで7分ほど焼きます。器に盛り、パセリを散らして完成です。以上、デリッシュキッチンでした。